ブルーレイシーとは、アメリカ合衆国原産の牧牛犬種である。犬種名のレイシーというのは、レースのことではなく、作出者たちの名字から取って付けられたものである。ブルーレイシーゲームドッグとも呼ばれていた。1858年にテキサス州に移住してきたレイシー4兄弟によって生み出された犬種である。食用の牛を管理する完璧な牧牛犬種を作り出すため、 カタフーラレパードドッグにセントハウンドタイプの犬や他の牧牛犬種および雇用手に似た血統不明の犬を計画的に交配させ綿密なプログラムにより改良が加えられて誕生したブルーレイシーは優秀な牧牛犬種として仕上がり1頭で100匹もの牛の群れを誘導することができた牛の誘導だけでなくアヒルやガチョウの誘導も得意としツリーイングドッグとして アライグマのツリーイングを行ったり、セントハウンドとして、獲物の匂いを追跡したり倒したりすることもできる、万能な能力も持ち合わせている。しかし、牧牛方法が近代化し、広い土地での放牧から狭いフィードロット内での肥育に切り替えられてしまうと仕事が減ってしまい、絶滅が心配された。絶滅を阻止するために愛好家は救済策を立て、 1870年代から生まれた子犬の登録制度を整備して、犬種の保護を行い、その結果頭数を少しずつ回復してきている。現在ほとんどがアメリカ国内で飼育されているが、熱心な愛好家が多く犬種クラブも存在するため、心配された絶滅は回避された。容姿はハウンドタイプに似る。筋肉質の引き締まった体つきで、マズルと足が長い。瞳は、 丸く大きめで、瞳の色はブルー、またはブラウン。耳は垂れ耳、尾は垂れを。コートは滑らかなショートコートで、毛色はブルーかブルーの地色で胸にホワイトのパッチがあるものが主流だが、クリーム、ブラックタンやバーニーズマウンテンドッグのようなトライカラーの犬もいる。中型犬サイズで、性格は和で繊細、人懐こく仕事熱心である。人間の赤ちゃんや子供、 他の犬と遊ぶことが好きな心優しい犬種であるが、牧牛犬として働くときは恐れを知らない勇敢な犬となる。凶暴な牛や反抗的な牛も難なく移動させることができる。また、本種は生まれつき牧牛犬としての能力を持っていて、生後5ヶ月のブルーレイシーが10頭の生牛を誘導したという記録も残されている。運動量は多いが、有効性やしつけのしやすさ、 状況判断の良さから家庭犬にも向いている犬種である。デズモンド・モリスの研修辞典、デズモンド・モリス著書、福山秀也、大木拓役性分道振興者、2007年、ありがとうございます。